ここはどこなんだ。どうなってる。ようやく起きたの、寝ぼすけさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。ミアはどこだ。食べな、おいしいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。ルーカス、何やってんだい。何すんだよ、あんた。勘弁しろよ、親父。おい、どげ回ると。好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんとな。さあ食うんだ。ちゃんと食わんといかんぞ。食えよ、ほら食うんだよ。なんだい、このクソ野郎が。吐きやがったよ、ジャック。こいつ吐きやがった。うるせえぞ、バレルト。せっかく作ってやったってのに。ああ、なんだい、ふざけやがって。あのクソ野郎、許さないよ。せっかく私が作ってやったのに、吐きやがって。こいつは我が家にはとっておきのご馳走では。わかるか。さあ行くぞ。クソ、邪魔しやがって。またあの札が来やがったんだ。こんな時にクソが。すぐ戻ってくるからな。ディナーが終わってないのに出て行くつもりか。うわ、じっとしろよ。見つけたぞ。逃がさんぞ。わかったよ。そこで縮こまってな。後で捕まえてやるからよ。ゾイだな。あいつらは一体何なんだ。死にたくなかったら黙って聞いて。その屋敷から出ないとメインホールから出られるかも。分かった。あと腕のはコデックスっていうの。なくさないで。大事なものだよ。何なんだこいつ。
い、お前、おい、おい、頼む、助けてくれ。ちょっと落ち着いて。あんた、ここの人間なのか、つまりこの家に住んでるのか。俺が？そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。いいか、さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。わかったよ、何でも話すから。よし、わかればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。待ってくれ、その銃を貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないか。なあ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい。俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか。ポケットナイフだって。ああ、持っていけ、これで十分だろ。ほら、さっさとガレージへ行け、今すぐ。ナイフでどうしろってんだ。おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだろ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめろ。閉めるんじゃない。よお前もここで殺してやる。お前に殺されても俺は何とも生き返ってやるぜ。ぶっ殺してやるぞ、この腐ったら野郎。ちゃんと言ったはずだぞ、これ以上俺をバカにするな。さっさと逃げた方がいいぞ。これで終わりだな。面白いものを見せてやる。マジかよ。